監督の質はチームの勝率を左右します。強いチームは必ずと言っていいほど優秀な監督が指揮を取っており、逆にチームの成績が悪ければ批判の矛先は真っ先に監督へ向かいます。そんな選手以上に目立つことも少なくないサッカー監督。ということで今回は J1 リーグで指揮を取る監督をまとめてみました。まずはコンサドーレ札幌ミハイロ・ペトロビッチ。キーパー、ディフェンスからパスをつなぐ攻撃的なサッカー、俗に言う武者式サッカーで名を馳せ、J リーグを代表する外国人指揮官になりました。初めて J リーグに参戦したのは2006年、当時の低迷していたサンフレッチェ広島をリーグ戦4位、ACL 出場まで引き上げました。その後、浦和レッズを指揮し、2016年にはルヴァンカップ優勝、リーグ戦年間勝ち点1位などの功績を残しました。そして現在指揮を取るコンサドーレ札幌では、就任1年目でクラブ史上最高の4位でシーズンを終える快挙を成し遂げ、ミシャサッカーにフィットし、シャドウのポジションで躍動したチアナティップが J リーグベスト11に選出、自身も初の J リーグ優秀監督賞を受賞しました。彼の魅力は、なんといっても、求心力。試合後のダゾーンカメラには、毎試合、相手チームの誰かしらがミシャの元へ駆け寄る様子が映し出されます。今シーズンはミシャサッカーをよく知る興梠慎三もレンタルで加入し、より攻撃的なサッカーを見せてくれそうです。鹿島アントラーズは今シーズンスイス人のレネ・バイラーが監督に就任。今まで鹿島アントラーズは日本人またはブラジル人監督にこだわっていましたが、今シーズンクラブ史上初の欧州出身監督が誕生。ドイツ2部のニュルンベルク、ベルギーの名門アンデルレヒト、エジプトのアルアハリなどでの指導経験を持ち、主に 4-2-3-1 や 4-3-3 を使うバイラー監督。ベルギー時代は現レスター所属のミッドフィルダーティーレマンスの巧みなパスを生かしたカウンターサッカーで2位と大差をつけチームを3年ぶりの優勝に導きます。その後のエジプト時代も彼が率いたアルアハリは強固な守備でリーグ戦34試合8失点という驚異的な記録を叩き出しました。ちなみに J リーグでの昨シーズンのリーグ最少失点は川崎フロンターレの28点。バイラー監督がチームを離れた翌年のアルアハリの失点数が29だったことを踏まえると、彼が強固な守備をするチームを作り上げたことがよくわかります。アルアハリ退任以来の指揮となる鹿島アントラーズではどんなサッカーを展開するのか期待です。浦和レッズは去年に引き続きリカルド・ロドリゲス監督が指揮します。17歳の時に左膝十字靭帯を断裂、選手としてのキャリアを諦め24歳という若さで指導者になります。その後はサウジアラビア、スペイン、タイのチームで指揮を取り、2017年 J リーグ徳島ボルティスの監督に就任。4年かけてチームを作り上げ、徳島ボルティスを J2 優勝に導き、2021年浦和レッズの監督に就任すると、1年目となった昨シーズンはリーグ戦6位、天皇杯優勝という結果を残しました。今シーズンチームは選手の大幅入れ替えを行いながらも、昨シーズンの主力は残留リカルド好みの選手を補強し、サポーターの期待値も高くなっています。浦和レッズ参加年計画3年目ということもあり、チームの目標はリーグ優勝。簡単ではないミッションですが、今シーズンの浦和レッズはどんなサッカーを繰り広げるのか注目です。柏レイソルはネルシーニョ監督が継続して率います。ブラジルではフラメンゴ、クルゼイロ、コリンチャンス、サントス、日本ではベルディ川崎、名古屋グランパス、ヴィッセル神戸、柏レイソルなどで指揮を取り、柏レイソルでは J1 昇格からの即優勝という偉業を達成。その後も国内タイトルを複数獲得しています。それに加えて、過去には JFA に対する去った未完発言や特定選手との確執など監督経験だけでなく、話題も豊富なネルシーニョ監督。昨シーズンは得点源であったオルンガの移籍、江坂、ゴヤのシーズン途中の移籍があり、残留争いに巻き込まれ解任を求める声もちらほらありましたが、今シーズンも続投。巷では契約解除の違約金が高すぎて仕方なくの継続なのではないかという声もありますが、今シーズンはそんな批判を一蹴り二蹴り三日月蹴りに冗談回し蹴りするような結果を残せるでしょうか。ネルシーニョの逆襲に期待です。アルベル新体制の FC 東京はボールを愛する攻撃的なサッカーを目指します。アルベル監督はもともとバルセロナの下部組織ラマシアでスカウト、コーチ、ディレクターを務め、久保建英やアンスファティの発掘にも携わっていました。その後ガボン代表のテクニカルディレクターやニューヨークシティ FC のアシスタントコーチを経て、2020年と21年の2年間アルビレックス新潟の監督として指揮を取りました。そんなアルベル監督が目指すのはポジショナルプレーと攻守の切れ目がない即時奪回の守備、攻撃は最大の守備という考えのもと、ボールを保持することで相手の攻撃チャンスを奪う攻撃的な守備が特徴です。5年で4回のリーグ制覇、 J リーグ史上トップクラスの日本人指揮官鬼木徹監督。選手時代は鹿島、川崎に在籍、2017年から川崎フロンターレの監督を務めると、就任1年目で川崎フロンターレに初タイトルをもたらしました。圧倒的なパスワークを駆使し、カップ戦も含め5年間で6つのタイトルをもたらした名将。一方で他クラブのサポーターからすれば、数年前までどこが優勝するかわからなかった J リーグをぶっ壊し、川崎の一強時代を作り上げた張本人でもあります。そんな鬼木監督率いる川崎フロンターレの今シーズンは、旗手選手の移籍やジェジエウ選手の怪我もあり、川崎にとっては難しいシーズンになることが予想されますが、鬼木監督ならあらゆる手を使って乗り越えてくるでしょう。
横浜 F マリノスは昨シーズンから継続してケビン・マスカット監督が指揮を取ります。選手時代はラフプレーが多く、元イングランド代表ピーター・クラウチ氏にお前の足をへし折ると言い放ち、ピンチの時は敵の声真似でボールを呼び寄せる過激派。23年間のキャリアでイエロー123枚、レッド12枚の記録はセルヒオ・ラモス半分相当です。その一方でメルボルン・ビクトリーでは選手として黄金時代を支えました。現役引退後はメルボルンのアシスタントコーチを務め、2013年当時監督を務めていたポステコグルーがオーストラリア代表に就任したことをきっかけにコーチから監督に昇格。様々なタイトルを獲得し、メンボルンを去った後は日本人には馴染みの深いシントトロイデンで指揮を取るも、成績不振により半年で解任されてしまいます。その後は皆さんもご存知の通り、ポステコグルー前監督の後任としてマリノスにやってくるのです。強力な攻撃陣をマスカット監督がどのように調理するのか、マスカット監督の手腕が試されるシーズンになりそうです。長男ベルマーレ山口聡監督は昨シーズン途中にトップチームコーチから監督に昇格しました。選手時代はガンバ大阪でキャプテンを務め、多くのタイトルを獲得。さらには J リーグベストイレブンに3年連続で選出されるなど、ガンバ色の強い印象。ガンバ大阪退団後はジェフユナイテッド千葉、京都サンガに在籍。選手時代は湘南ベルマーレに在籍したことのなかった山口聡監督、しかしながらチームからの直接電話でのオファーにより湘南ベルマーレのトップチームコーチ就任が実現。当時について縁もゆかりもなかった自分にオファーしてくれたことを感謝していると語っています。コーチに就任してからは湘南スタイルのストロングポイントと自分がガンバ大阪で感じたストロングポイントのミックスを意識してチーム作りに貢献してきました。ちなみに影響を受けた監督は元ガンバ大阪監督の西野亮氏、監督になってからもよくアドバイスをもらっているそうです。今季 J1 復帰を果たしたジュビロ磐田は、昨季ヴァンフォーレ甲府の監督を務めていた伊藤明氏が監督に就任。甲府時代は 5-4-1 のカウンターサッカーからペップ・グアルディオラをリスペクトしたポジショナルプレーを甲府風にアレンジしたサッカーに改革。グアルディオラが指揮を取るチームは年俸も質も高い選手が集まっている。一方で甲府では選手や質の問題もあるし、さらにはヴァンフォーレの歴史の中で培ってたものもある。甲府の色を融合させながらやっていきたいと語り、理想を追いすぎずチームの戦力に合わせた現実的なチーム作りをすることができます。どうでしたか？同じサッカー監督でも経歴、性格、戦術は千差万別だということが分かりました。次回の動画では、今回紹介しきれなかった旧チームの監督について紹介する予定ですので、この動画がいいと思った方、次回の動画に期待してくださる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。